戻ってきました。ただいま。ただいまです。ドラクエも結構さシリーズない？あ、おかえりサイリウム。おかえりサイリウム。ドラクエもシリーズいっぱいあるからなんかよくわかんないんだよね。うん、急な赤急な赤。マリオカートはよくしてますね。でも別に特別強くはないかな。でもマリオカートもやってる人がやっぱ強いよね。やり込んだ人がやっぱ一番強い、マリオカートは。スマブラもわかんないんだよな。でもゲームいろいろやってみたいなって思うから、おすすめのゲームあったら教えてください。あ、スプラトゥーンね。スプラトゥーンさ、3が9月とかかなに出るから、それまでに全然やってなかったんだけど、2をねちょっとやりこなしたいなって、やり込みたいなって思ってる。でもね、マジ前もこれ言ったけど、スプラトゥーンね、A 型だからマジで向いてなくて、インクがちょっとでも残ってたりとかしたらもう気になって、もなんかもうそこもなんかもう戦ってる暇ない。もう ここまで端っこの端っこ、角の角までなんか綺麗に塗りたいって思っちゃうからダメなんよな。ほんと A 型向いてない、スプラトゥーン A 型向いてないです。でもやってみたら全然楽しいんだけど、2もハマってたけどマジで A 型が出ちゃうんだよね。もうだって意味わかんない。一緒にさ対戦する人とかもさ気にせず、まあそりゃねゲームだからね気にせずみんな戦いに行ってるけどさ、とりあえず真ん中まで早く行ってね、自分がどれだけ
塗れるかみたいなやってるけど、いやもうその後ろでおいなんでこの人ここまで塗らないんだよみたいな、なんでここ開けるのみたいな、ここまで綺麗に塗りなよって思っちゃうの。 A 型だから、本当にダメ、本当に向いてない。だからそれスプラトゥーンはね、そう、そこを気にせずできたら多分楽しめるんだろうけど、今んとこまだ A 型が出ちゃうんですよね。そうですね、 B と O が向いてるかもしれない。そう、スプラトゥーンやろうって思ってたんだ。やるやる詐欺してる自分の中で。やって強くなっとかないと3出た時に何もできないから。ね、もうすぐスプラトゥーン出ちゃう。テトリスもね A 型出ちゃうね。綺麗にやっていきたいから、一つでもさうまくいかない時あるじゃん。なんか例えばさ一つここ残っちゃうみたいな、このじゃあ3段ぐらいなんかじゃあ綺麗に残ってて、あと縦のさ水色の棒来たら全部消せるっていう時に、なんかこの L 字みたいなやつ来て、こうやって入れようとしたら下1個残っちゃうみたいな、あれマジ嫌いで、さこうやってやったらさここも残るわけでしょ。めっちゃ腹立つやんあれ。もうあそこでもうルカ的にはやっていけない。もうそこで心折れる。一からやり直したいって思っちゃう。いやめっちゃわかるよねこれ。だってさあとこの一つの棒くれば全部消せるのにさ、なんかなんていうの、これが来てさ L が来てさ、でもう一個じゃあさ交換しようって思ったら四角とかあるやん。四角来るんかいみたいな。今いらんやん、一番いらんやつやんみたいな。あの時本当にすぐやり直したくなる。でもテトリスは結構ハマってましたね。小学校の時とかもよくやってた。ぷよぷよのさ方が難しくない？だってぷよぷよって色2個あるやつだよね、違ったっけ。でさこうやってやるやつでしょ、こっちとこっちとみたいな。あれこそ嫌なんだけど、もう意味わかんない。もうあれ色なんでそれくるみたいな。ぷよぷよはちょっと無理だな。
パズドラは出た時にやったけど難しかったな。なんかパズドラってさ1個動かそうとするとさこう2個並んでるやつもさこうクッて入れ替わるわけじゃん、こうなるわけじゃん、わかる？こう並んでてこいつを動かそうと思ったらこいつと交換しちゃうじゃん、こっちに行こうとしたら、でこれもこう移動するやん、それがむずいの、よくわかんなくなるこれ。こうなって、それがむずい、わからん。だから一番最初に諦めましたね、パズドラは。だから結局銃でねこう戦うバトルワーゲームが一番向いてるのかもしれないです。でも6月は本当に暇なのでゲーム三昧かもしれないです。7月とかになったらね ZEP とかが始まるからいっぱいあるけど、28分だ、30分になったら終わるので、スクショタイムしようっと。え、バイオハザードやりたいと思ってる。面白そう。バイオハザードってどこでできるの？プレステでできるのかな？あ、間違えちゃった。急なスクショタイム。今日のスクショタイム。わあ、いっぱいいっぱい。いっぱいありがとう。30分になっちゃった。いっぱいありがとうございます。じゃあ明日は公演なので来る人も来れない人もみんなで楽しみましょう。バイバイ、おやすみ、おやすみなさい、バイバイ、またねー。